明日は新参者初日公演です。はい、私たちは一体感を目標に頑張ってきました。はい、皆さんをハッピーオーラで包み込んじゃいたいと思います。ミラノ座に来てくださる皆さん、お気をつけてきてください。お待ちしてます。はい、じゃあみんな行くよ。はい、はい、せーの、えいえい、おー、みなさんこんにちは、日向坂46の石塚智樹です。清水理央です。いよいよ間もなく1公演目がスタートします。イエーイ、新参者です。イエーイ、楽しみです。楽しみですね。いや、もうトップバッターだよ。すごく緊張するんですけれども、ね、精一杯頑張るのでよろしくお願いします。お願いします。そしてなんとグッズも今回発売されておりまして。何ですかこれは。これはアクリルスタンドとこちら4期生のポカポカ写真館の写真です。いいですね。これはクリアファイルになるんですけど、うん、最後にランダムでリオちゃんに引いていただきたいと思います。え、本当ですか。いいの。え、いきますよ。じゃあこれ、せーの、じゃん。お、キラリ、キラリでした。それではキラリとキジホノとリオと私で4人で終わりたいと思います。じゃあ来てくださる皆さん、お気をつけて来てください。待ってます。待ってます。皆さんこんにちは、日向坂46の正源司陽子こと平尾穂香です。イエーイ。この後2公演目が始まります。はい、始まります。もう一体感を感じて楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう、はい、ぜひこちらのかわいいかわいいグッズたちもぜひチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。頑張ります。頑張ります。皆さんこんにちは、日向坂464期生の竹内キラリと藤島香穂です。イエーイ、キラリンカホリンです。こちらこんな感じの今何を持ってるんですか。新参者のグッズになります。そうです。今日は新参者4期生3公演目がスタートしますので、はい、全力で頑張っていきたいと思います。思います。今日も頑張って盛り上げようね。はい、皆さんぜひぜひ会場でお待ちしております。はい、気をつけてきてね。頑張るぞ。せーの、えいえい、おー。皆さんこんにちは、平岡美月です。宮地すみれです。続いて始まるのは4公演目です。はい、4公演目です。皆さん盛り上がる準備できてますか。できてますか。続いて夜公演も盛り上がっていきましょう。いきましょう。グッズもこんな感じで。そうなんです。たくさんあります。タオルと。ほのちゃんです。これはポカポカ写真館のポストカードになってます。ね、たくさん入ってるのでぜひ見てみてください。ね、裏こんな感じです。リリの写真は？はい、これです。本を持ってます。ぜひみんなのチェックしてみてください。してください。はい、新参者の4公演ありがとうございました。ありがとうございました。感想を平尾先生お願いします。もう皆さんの熱気がすごくて声もたくさん聞こえて幸せでした。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。はい、次の公演も頑張るぞ。皆さんこんにちは、日向坂46の平岡美月です。山下遥香です。こんにちは。こんにちは。本物です。本物です。本日、はい、新参者5公演目です。イエーイ。ね、前回からねちょっと10日間ぐらい間が空いたんですけど、うん、気合5倍暑さ5倍、うん、ゴリゴリと、はい、ゴリゴリで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。楽しみましょうね。待ってます。小西七海です。七海里奈です。新参者6公演目始まります。イエーイ。皆さん楽しみ準備はできてますか。イエーイ。めちゃくちゃ盛り上がっていきましょう。バイバイ。みなさんこんにちは、日向坂46の正源司陽子こと渡辺里奈です。イエーイ。新参者
ものもすごく盛り上がってます。ありがたいことにね、楽しいね、楽しいですね、楽しいね、楽しいね、楽しいという声がねすごいいっぱい聞こえてくるよ ね、 ね、明日は何があるの。なんと明日は配信があります。配信があります。知らなかった。嬉しいですね。私たち初めてですね、配信は新座もの、はい、初めての配信があるのでぜひ皆さんも見てほしいんですけれども、詳細ってどこにあるんですか。ここら辺にある、ここら辺にアメディクル、この辺にあるはずなのでぜひ皆さんここからチェックしてみてください。バイバーイ。こんにちは、こんにちは、日向坂464期生の藤島香穂と山下遥です。イエーイ、イエーイ。今日は配信1日目です。やったー、ワン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 、記念すべき日、そんな日のハッシュタグが決定しました。キラキラキラ、じゃじゃん、せーの、日向陽気、せーの、日向陽気一体感です。これはアンダーバー、そうだよ、これあん、なんかアンダーバーが大事なポイントになってますので、はい、忘れなく。会場にお越しの方も、はい、配信をご覧の方もぜひポストしてくださいね。お願いします。 X 日向坂46の平尾穂乃香と宮地すみれと平岡美月です。7公演目ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった、楽しかった。うん、そしてですね、うん、次の公演は、うん、私たち日向坂4期初の配信があります、うん、あ、そうだね、この後やった、はい、さらに多くのお日様の皆さんに4期のこのステージが届いたら嬉しいなっていう気持ちでいっぱいです、はい、リピート配信もね、はい、あるので、うん、ぜひまだの方は見てくださいね、はい、お願いします。お家でももうガンガン盛り上がって見てくださったら嬉しいです。声届けてね。はい。お願いします。バイバイ。石塚たまきです。小西ななみです。本日は配信をご覧いただきありがとうございます。皆さん、ペンライトとタオルの準備はできていますか？せーの、盛り上がっていくぞ！皆さん8公演目ありがとうございました。ありがとうございました。はい、明日19日の19時からリピート配信もありますので、ぜひぜひそちらの方も見てください。見てください。バイバーイ。見てください。絶対見てください。皆さんこんにちは、私たち日向坂464期生です。先ほど私たち4期生の新参者裏側密着動画が YouTube チャンネルにて公開されました。イエーイ。はい、この日はですね、1日2公演あった日でして、私たちが1日その新参者でどういう動きをしているのかでしたり、リハーサルはどういう感じなのかなども見れると思います。はい、この動画を通して私たち4期生が新参者にかけた思いをが少しでも届いたら嬉しいです。残り2公演も一体感あふれるステージでこれからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。見てね、見てね、一体感、一体感ながらいい、皆さん
さんもぜひペンライトから白にしてくださいね。ブルーベリー&ラズベリーお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、日向坂46の正源千代子と平尾ほのかと藤島香菜です。はい、本日はなんと10公演目千秋楽です。そしてそして生配信もございます。ハッシュタグは、あ、そうなんです、今回ハッシュタグが決まりまして、はい、なんとお日様と4期生アンダーバー一体感、はい、こちらです。こちらです。覚えてください。ぜひこちらをつけてポストしてください。お願いします。お願いします。じゃあまた配信で会いましょう。会いましょう。本日で千秋楽を迎えました。来てくださった皆さん、ライブを見てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。12月4日にはリピート配信もありますので、ぜひ見てください。見てください。お願いします。幸せな時間をありがとうございました。